スケットボール選手権大会5位決定戦、明治大学対早稲田大学の試合に先立ちまして、審判のご紹介をいたします。主審、夜光隆さん。副審、加藤隆さんです。それでは、両陣のスタッフの紹介をいたします。まずはじめに、白のユニフォーム明治大学、監督、浜西浩一。助監督、佐々木真嗣。ヘッドコーチ、塚本清彦。アシスタントコーチ、富山秀明。ストレングス&コンディショニングコーチ、酒井貴弘。主務、船岡美咲。変わりまして、園児のユニフォーム、早稲田大学。監督、倉石修。美術顧問、富田浩一。ヘッドコーチ、和真弘人。トレーナー、坂田浩樹。主務、ジョン・ピニオン。続きまして、両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。まずはじめに、白のユニフォーム、明治大学。2番、サッカーケント。12番、中東海斗。16番、安藤誠也。22番、西川貴信。51番、皆川徹。変わりまして、園児のユニフォーム、早稲田大学。21番、川上総平。8番、山井由紀。16番、山本純平。34番、池田圭次郎。38番、宮脇隼人。
大学21番川上、端っこは34番池田。
Thank you.
早稲田大学34番池田、個人ファウルは1回目です。両チーム選手の交代です。明治大学皆川に代わりまして、
明治大学16番アート。明治大学選手の交代です。22番西川に代わりまして、89番土井が入ります。
スケットカウント明治大学10番清水。ファール早稲田大学34番池田。個人ファールは2回目です。明治大学選手の交代です。24番田中に代わりまして16番安藤が入ります。ファール明治大学51番皆川。
個人ファウルは2回目です。
33対22で明治大学がリードしています。